こんにちは。どうも、ボッカンとこと申します。本日もウーニングレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回ですね、彗星のごとく現れたユナイテッド期待の新星、足元の技術に優れ、ドリブルやトリッキーなフェイントも得意で、広範囲に動く万能タイプのアタッカー、ユナイテッド下部組織出身のマーカス・ラッシュフォード選手のね、スカウト組み合わせやっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。まあね、まずなんですけれども、オークションを使わない、場合の組み合わせですね。こんだけね、7人の選手に絞り込むことができます。オークションいらずの一応組み合わせなんですけれども、7人の選手までしかも、7人までしかね、絞り込むことができないんで、まあ、あんまりねちょっとおすすめはできないかなというような感じなんですけれどもね。それがこちらですね。所属リーグイングランド、ポジションセンターフォワード、能力がドリブル。はい、まあ、これがね一応オークション使わない場合の、まあ、最高の組み合わせです。ちなみにですけれども、スカウティングサマリー、12.5% でねシルバーボールが来るんで、まあ普通に引いてみてもいいかなとはちょっと思うんですけれどもね、まあ、この組み合わせも取ったんで、で星3で、まあ、シルバーボールなんで、星3でいきます。はい、ちなみに、ね、この選手、上限レベルですね、71まで上げることができます。まあ、なので、80後半ぐらいかな、大体、だから90ぐらいまでいくか、8やから、そうやな、90ぐらいまでいきますね。はい、90超えると思います、マーカス・ラッシュフォード。はい、で 100% の組み合わせなんですけれども、まあ100% の組み合わせはね、スカウトオークションがまあ必須になってきます。まあ、一番簡単な組み合わせがね、星3のね在籍クラブマンチェスターユナイテッド。はい、あ、ようやくね紙で入れました。はい、まあ、満員性取れれば、100% にするのは簡単です。まあ、さっきの組み合わせこれでも、100% が、確定します。もしくはここをスピードにしたり、はい、能力スピード、スピードどこ行った、あった、はい、これでも確定しますね。他に言うとね、まあスカウト2つで手に入るというか、まあ、組み合わせ、決してここをね、センターフォワードじゃなくて、プレイスタイルかな、はい、プレイスタイル、ラインブレーカーあった、はい、これでもね、この2つで 100% が確定します。もしくはですね、ラボーナですね、星3、まあ、星3なんでそこまで高くはないと思うんですけれどもね、ラボーナってどれや、こっちがスキルやな、あった、はい、これでも、マーカス・ラッシュフォード選手確定しますね。うん、もしくはね、まあ、マンチェスターユナイテッドを落とすのがちょっと厳しい方はイングランドの星さんなんてどうでしょうかね。イングランド、国籍ですね、まあ、このイングランドはいりますね、スカウトオークション。はい、レノン、アーロン・レノンってええな。ラボーナ、あとはですね、何かな、ラボーナ、ちょっと待って、イングランド、ロングパス、いや、イングランドをやるんやったらやっぱりもう一つはあれなしの方がいいかな。でもラボーナは必ず必要になってくるな。イングランドセンターフォワード、ラボーナ、これセンターフォワードに、まあ、まあこれ見たら分かると思いますけど、センターフォワードにしたらまあ確定しますね。はい、あとはどうかな、まあ、満遊が結構ね確実に必要になってくるかな。あ、イングランド、このラボーナそのままに、所属リーグをイングランドにしましょう。合ってるな、イングランド。で、センターフォワード。まあ、これが一番おすすめかな、組み合わせとしては。はい、まあ、このラボーナさえ落とせれば、確実に手に入る。はい、まあ、こんな感じですね。僕ね、まだ持ってないんですけれどもね、まあ、センターフォワードで、非常にまあ使い勝手がいいというかスピードが速いんでね、僕も獲得しようと思ってます。はい、ということで、今回はマーカス・ラッシュフォード選手の組み合わせでした。
はい、それではね、対戦相手の方が決まりましたんでやっていきたいと思います。ベルナルデスキーいますね。あとはモドリッチか。ムバッペもおる。カバーニもすげえな、ここ。いやー、うわ、ナチョもおるで。まあとりあえずやっていくか。いや、羨ましいな、ちょっとナチョとか。デロッシュやったらやっぱバカ横の方がええんかな。どうやろう、バカ横の方が一応まあまあええわ。あー、ちょっと微妙やな。カバーニ、ガライ、ガライ、ガライよりも吉田麻也。ちょっとマラドーナが微妙か。こうか。で、デンベレ。480超えたな、ビトーロとか。OK。これでいこうか。豆ディープの方がいいか、とりあえずな。キャプテンおれへん。キャプテン吉田麻也。うん。いい響きですね。とりあえず問題はないかな。やっぱちょっとこのゴールキーパーが不安やな。一人しかおれへんっていうのは、不調やったらこれ変えると変えられへんからな。ボアテングはちょっと変えるかんし、みたいな。まあ、とりあえずやっていきますか。相手の方のレート。相手の方のレートって流しておかしいか。いや、いいか。持ってる言葉。レート619の方ですね。まあ、やっていきますか。皆さんこんばんは。こんばんは。それではやっていきましょう。本日のマッチはミラン。AC ミラン対パリサンミランか。サンシーロよりお届けしてまいります。ミランだけかいな。よっしゃ、行こう。まあ、行こう。実況はジョン・カビラです。サンシーロですね。お願いいたします。どうも、こんばんは。ちょっと黄色いのもな、結構好きやねんな、実は。それでは今日のゲーム、見てまいりましょう。なんやかんやて、黄色いのもかっこよくない。どういった立ち上がりになるんでしょうか。あっ、で、危ないな。パリサンジェルマンは今日勝てばチームの昇格が決まります。あ、ミスった。ベルナルデスキ、センターフォワード押しような。危ないな。オッケー。パリサンジェルマンは監督との契約について任期満了が残りわずかなんですが、まだ更新に至っていません。どうご覧になりますか。何か他に誰か当てがあるんでしょうかね。やべえ、まあ、どちらにせよ失敗した。お、でもいいや。オーケー、いけ。あ、待った。うわー、最悪。ライン・ユーザー。ああ、うーん、どうしよう。いいね。ウスマヌ・デンベレ、チャンスを演出できるか。あっと、パウチ、パウチしちゃう。何がパウチやねん。ちょっと待て、バカ横、取ってや。あかんな、マヤ。あー、危ねえ、危ない。うわー、弾かれた、弾かれた。やばいやばい。マヤ、なんとかしてくれ。まずい、まずいまずい。言葉になれんかったわ、危なすぎて。よっしゃ、そうです、ね、ちょっと狭いところでやりすぎってことか。ボールの受け渡しをしてますよね。狭いスペースで細かくボールを回すなど、あかん、ムバッペ、おいしょい、いけるぞ、ディーフ、どう、なに、外してもた。まあ、とりあえずね、積極的に打っていった。アングル見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね。さあ、やるで。デンベレ。いいよ。シュート、いい感じですね。でもスルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではダイナミックな攻撃でしたよな。スペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。もうちょっと近距離、この辺かな。どう、あが、ちょっと遠いな。何気にこのね、ちょっと高齢のエリゼルさんのがね、役に立ってる。オッケー、ナイス、ディフー、ディフー、くそ。ここは決まりません。いや、ドフリー外した。守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数が、まあ補強ポイントとしてはな、ね、キーパーとセンターフォワードかな。だから最前線と最後列がね、まあ、ちょっと選手が不足しているかなという感じやな。よっしゃ、長いで前は使えるぞ。あ、日本代表がじゃ結構いいんかもしれんな。あぶね。レベルマックスでね、やっぱり手に入るっていうのはすごい。左サイド上がっていきます。 OK、 いいよ。バカ横来るね、結構。前半この時間帯、ああ取られた、やばいな。ムニエ、非常に OK、 よかった、セーフセーフ。よっしゃよっしゃ、エリセウ、いいよ。マルコサ選手を、ここ早めに入れていくっていうのも手ですよね。よっしゃ、ちょっとこうパス回しながら行くよ。絶好の位置で受ける。あ、失敗した。失敗したわ。ごめんな。あっと、うわいっ
なや、目の前をゆったりしたパスが通っていった。ドラッグスロールのところのパス。おい、ちょっと抜かれてどうすんねん、やめろ、危ない。ウスマヌ・デンベレからサイドのスペースへ、ナメディンからウスマヌ・デンベレ、マルコス・アセンシオ、ああなんとかならん、なんともならんな、それは。よいしょよいしょ、いいよ、よっしゃ、来た、ナイスディフ、あおい、キッパー強っ。何あのキッパー、止めれんのあれ、いや絶対入ったもんだ今この場面で。スーパーセーブです。いやーバカヨコ、以前サイドへ畑、あーちょっとゆったりしたボールがまた来た。ラキティッチ、はい、デンベレー、うーん、ボロいですね。どうする、チャンスになる、さあゴールに向かっていく、いけ、よっしゃ、ナイスシュー、やった、バカヨコ、ハリサンジェルマン、イメチェンしました、イメチェンできてないよ、ティスル。ここで先制。はい、イメチェンできてねえな、あれ。さては。あ、そうそう、ラボーナのね、星3。まあ、ボールを前にきっちりとイメージを。一応ね、今、オークションにね、オークション申し込んでます。申し込んでますって言ったらいいんかな、ちょっとおかしいかな。まあ、出品中だわ。出品は違うわ。オークション入札中ですね。まあ取れたらいいですけど、まああのラボーナ星さんさえ取れれば、ちょっとラッシュフォード簡単に取れるんじゃないかと。まあそうでなくてもセンターフォワードの星4を使って、星2のラボーナを落とすという作戦もあるけど、かなり安くでいけるわ。センターフォワードのね、なんかスカウト、まあ今回なんかイベントと言っていいんかな、イベントじゃないけど、まあログインボーナスでね、タダでもらえたんで、危ないな、それ。アリサンジェルマン、取った。さすがボアテン、吉田さんね、いいですよ。非常にいい戦い方をしてますよ、ね、吉田さん。前半このまま終えて、このスタイルをセカンドハーフも続けていきたいですよね。ちょっと、おい、ちょっと、おい、弾かれすぎやろ。どんだけ吹っ飛んでんねん今の。おい。大丈夫よ。大丈夫、攻めあぐねてますね。ウォーカー、スルーパスを出す。取れる、おっと、うまいじゃない、待ってや、うわー、やっぶねー、ほんま危なかった。ちょっとああいうね、消極的というか余計なことをすると良くないよな。おっしゃ、うわー、うわい、うい、あお、ちょっと待て、助かったわ。この前半終わるべきか、もう1点狙いたいな、やっぱりな。縦のボール、オッケー、うーん、取れへん、うわー、まずいな。さあボールはカバーニエ、オッケー、ナイス。はい、0対1、後半に向かいます。はい、それではね、メンバー変えずにこのまま後半戦来てます。変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。はい、この後引いて守り切るという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも、あっと待って、やべやべ、ちょっと待てや、それ、うわ最悪やな、いや悔しい、エディンソン・カバーニ、意外に知らんかった、エディンソン・カバーニっていう下の名前やった。いやー、気持ちのいい一発でしたね。あーちょっと、うわー最悪やな、なんかうまいこと言ってない、やばいわ、うわー、ちょっとこっち先回りする、先回り、オッケー、キーパー動け、よっしゃ、あそこだけなんか突然消極的になりよるからな、キーパーだけは。おい、なんだそれは、ずたずたやないかい、ちょっと待て、キリアム・ウォッペ、危ない、バカ横、あかん、それちょっとパス、おいしょい、ちょっとルーズになる、いいよ、よしよしよし、なんでや、有利、うん、取れ取れへん、足が出てこんかった、前線にボールを送ります、あかん、ちょっと良くない時間帯が続いておる、待ってや、それちょやばいって、ほんまにやばい、あやばい、あやばいやばい、やばいやばい、ボアテング間に合うか、間に合う、あ最悪、これこそ最悪、いやなんか悔しいなこれ。選手交代か、時間帯的には今何分やねん、
56分。もうちょっと変えよう。ここで得意のカウンターがまさにたまらんわ。しました。フィニッシュまでの形。姫です。行こうか。いかがでしたか。とりあえず一人変えよう。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですね。まだ諦めたわけじゃないんやで。よっしゃ。カバーニ、今日2点目のゴールです。あ？こんなんばっかしやん、さっきから。もうちょっとがむしゃらにいかなあかんな、やっぱり。なんやろ、ちょっと消極的すぎるわ。今日はそればっかりやけど。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ラウル・ヒメネスからマルコス・アセンシオ。どう？よっしゃ！ナイスシュー！よっしゃ！追いついた。追いついた！ハリ・サンデルマン！全体的になんかゆっくりしてる気するな、なんか。オッケーよ。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。いけるか。ドリブルでゴール前に。いけるか。これ取れる。おいし。ちょっと焦ってしまうところなんですけどもね。あ？いけてるか？決めてきましたよね。そうですね。待って。うわ。もったいね。ほんまにもったいね。ああ、やべ。やばいな。という感じでしょうか。投入直後のゴール。え？うまないこいつ。ムバッペ危ない。ほんまに危ない。期待にしっかり応えてきましたよね。選手帰ろう。あんな消極的な守備しとったらあかんわ。さあパリサンジェルマン再び追いついています。得点直後の相手デンベレ帰るわ。集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。でもここ右のやつ折れへんで今日。あ、そうそう、エデガルドね、ちょっと外しました。なんかね、攻撃の選手多すぎて、ディフェンスの選手やっぱさすがにねえなあかんないということで。てか3試合前ぐらいから変えてるかな。今週はね、とりあえず外すとして、なんでやねんお前簡単にやらすなよ、そこは絶対あかんぞ。ほんまパスカット多いな、ボアティング。あかん、それやめてほしいな。ちょっと危ない。おい、おかしいって、それは。危ない、危ない、何してんねん。おい、おい、マヤ、マヤ、どないしてん。え、コントローラーついてるこれ。いけてるわ。なるほどね、雨ね。よっしゃ、いけるで。そい、そい、そい。危ない。かなり危なかった。あ、危ない、うわー、マジか、それやばい、やばいやばいやばい。マヤ、なんとか間に合い。よっしゃ、選手かよ、最後のピース切る。あ、それあかんねんて、そういうの。これは繋がりません。おっと、ムバッペ、ムバッペ、ムバッペな。よっしゃ、ええぞ、いけるで。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。よし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 、インシニエ、インシニエ、折り返したるわ。一旦前を取る。よっしゃ、いいね、くらい、あかんもうちょい、誰か疲れとる、あれビドールか、疲れとるな。うちの右ウィング、あれ、アセンシオね。アセンシオはちょっと変えにくいわ、さすがに。だからこうしよう、変えんねん結局。マーシャル行こう。あ、そうか、吉田麻也がちょっとこの TS を下げてんのか。まあええわ。パリ・サンジェルマンは今日3本目のコーナーです。あの位置のインシーニエはなんかやらかしてくれそうな気するな。どうする？何やそれ、うおい、アリサンジェルマン惜しいな。エジェルものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、まあまあ、今日のゲームは。でやっ、はい、取れへん、取れへんか、危ね、怖いなあれ。残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。待って、それあかんで、やばいやつやで。さあカウンタースピードを上げたい。滑ってん、危ないぞ、マヤ、滑らないで。ああ、まずい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 、ほんまにまずい。ちょっと取れへんわ、どうなってんねん。そういう仕様か、危ない、もうちょい。よっしゃ、チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。何があって、 OK 取った、
いいぞいいぞ、ちょっと行ったろこれ。マルシャ、イニエスタ、取れへん、奪って奪って、おちょちょ、なんやそれ、あかん、絶対か、絶対かんやつ、あー最高、おう九死にしよう、なんとかなるか、まだあるで、なんとか決めです、決めです、ダメです、やばい、やえあかん、やばい、ガバーニ、あかん、スリップしてる、ちょっとそれおかしいって、待って最悪や、痛い、やっぱ前線にこのクソ、雨、いやーやばいやばい、だ最悪、なんとかなれ、あーかん、ちょっと硬い硬い硬い、あかん、ちょっと硬い、あかん、ロンサイ短い負けちまった、もう結局ハットされてるやん、いやーめっちゃ負けるなほんま、ここまでゴールシーンが目白押しだと結果ともかく見終わった後の満足感、めっちゃ負けるキスがほんまに2018、そうですね、根本的にあかんねやろな、ディフェンスの仕方とか、サポーターたちは浸っています、だんなんやろな、誰かアドバイスくれ、そろそろお別れの時間となります解説は北沢剛さんにお願いいたしました、やっぱセンターフォワード、ほんでね、キーパー、キーパーはまあでもそこまで必要じゃないけど、まあ、絶好調のキーパー欲しいな、正直、キーパーに、なんていうの、交代枠じゃないけど、それ使いたくないですよね、選手枠、控えキーパー、わかるかな、その気持ち。はい、ということで、10マス買っちゃった。はい。それではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。